はい。碧星宮のトーナメントに参加するようね。ヤタ様は何でもお見通しってか？相変わらず覗き好きな野郎だな。トライエッジやシノさんの情報が得られるのは、そのおかげってこと、忘れないで。ヤタ様からお言葉を預かってきたわ。一つ目。天狼から強い間反応が計測されたそうよ。じゃあ、天狼は？エンデュランス同様、間に精神を侵食されている可能性があるわね。天狼についてる間は、アトリの碑文を奪った奴と同じなのか？現在調査中よ。詳しいことが分かり次第、また情報を入れるわ。二つ目、先のアイダサーバー事件以後、ザ・ワールドで PC のチートが増加しているわ。そいつは CC 社のゲーム管理者とかの領分だろう。その CC 社が彼らの ID を制御できないのよ。なんだと？じゃあそいつら全員？ええ、全員から微弱な間反応が検出されている。使用外の行為に常軌を逸した行動や発言、間の侵食がゲームだけではなくリアルにまで及び始めていると考えられるわ。どうしてそんなことが？ここは間サーバーじゃないんだぜ。これは憶測に過ぎないけれど、アイダサーバーから帰還した PC の中にアイダに感染した人がいたんじゃないかしら。そして PC から PC へ、人から人へ感染が拡大している。まるでインフルエンザみたいだな。事態は刻一刻と悪化している。早急な対処が必要ね。あと、ヤタ様はご自分の立場なりにあなたやお嬢さんを案じているのよ。案じてねえ。お嬢さんもあなたを気にかけていた。優しくしてあげなさい。アトリか。俺と陽子、あと一人メンバーがいるな。クーンやパイは誘えそうもないし。長谷尾さん。アトリ。アリーナに参加するんですか？ああ、碧星級トーナメントに出る。わあ、またチャンピオンを目指すんですね。そうじゃね。トーナメントに出るのは、アイダを調査するためだ。アイダ？碧星級チャンピオンの天狼が、アイダに感染したらしい。もしかするとそいつが。私から、碑文を奪ったアイダかもしれない。そうだ。じゃあ、私のために？結果的にな。私、アイダサーバーにいるとき、ヤタさんからいろいろなお話を聞きました。トライエッジのこと、未帰還者のこと。シノさんが、意識不明になっていること。私、ちっとも知らなくて、長谷尾さんに謝らなきゃって思って。ごめんなさい。長谷尾さんはシノさんを治すために必死で頑張っていたのに、私、自分のことばっかりで。本当にごめんなさい。
に死のを重ねてイラついてたのは本当だ。謝らなくていい。あのトーナメント、私でよければ、いえ私も出ます。え、このままじゃダメなんです。待ってばかり、頼ってばかりじゃダメだと思うんです。だってアイダや碑文のことは私の問題でもあるんだから。お願いします、私を長谷尾さんのチームに入れてください。足手まといにはなりませんから。頑張って絶対に強くなりますから。はあ、参加するのは俺と陽光だ。あと一人空きがある。じゃあ分かってるな。この戦いは絶対に負けられない。はい、私負けません、絶対。壁星級トーナメントへ本登録いただきありがとうございます。第1回戦の日時はメールにてお知らせいたします。これで本登録は済んだな。あとはトーナメントの通知が来たら連絡する。それまでレベルでも上げてろ。ありがとうございます、長谷尾さん。トーナメントのメンバーは俺、陽子、それからアトリか。張り切りすぎて無茶しなきゃいいけど。ログアウトしてメールでもチェックするか。陽光からクエストに誘われてたな。ドルドナのクエスト、猫は静かに笑うか。変な喋り方する NPC だな。蹴るか取り憑かれるかってとこだね。オイラ、アンラッキーアニマルにはいっつもひどい目に遭わされてるぞ。白毛の病気を見つけて蹴っ飛ばせばいいってことか。
さて、どこにいるのか。間中ってのはきついね。大丈夫か？やってくれるじゃねえか。見つけたぜ。よし、追い詰めた。いたいた。この俺を蹴られるものなら蹴ってみろ。もう、そんなバカな、この俺が人ごときに蹴られるなんて、にゃほー。あとはクエスト屋に報告か。おう。はい。おう。結構やるじゃん。そうか。この陽光様の力を借りたかったらまた呼んでくれてもいいからな。呼んでほしけりゃそう言えよ。ほんと素直じゃねえな。